おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。本日はドビュッシーっていう作曲家がいるんですけども、まあその方が作った月の光っていうのがあります。で、その月の光は結構有名曲でして、まあたくさんの方が弾いてます。そして映画とかでも使われてます。ミツバチと遠雷ではちょっとね、あの主人公が確か弾きました。僕見ました。でね、まあ結構ね、月の光の難易度教えてくださいとか、月の光弾けるようになりたいんですっていう方が結構たくさんいたので、まあ月の光のそのワンポイントみたいな感じでちょっとアドバイスと、あと弾けるのかについてね、ちょっとねやっていきましょう。月の光にはどちらかといったらこういう感じのフレーズ、月の光には、まあ、今のようなフレーズが結構あります。中心としてね。そして中間部、こんな感じでこうやって動いてます。で、その後にまた戻ってくるんですよ。ちょっとまた音が増えて、最初とは同じフレーズだけど音がちょっとね増えてきます。ってな感じなんですけども、まず皆さん、ピアノ始められた方とか結構これねやりたい曲の一つだと思うんだけど、結構難易度としては高いです。あの、まあ音楽のね大事なあの要素としてはミリズム、メロディー、ハーモニーっていうのがあるんですけども、まあまずこの曲の難しいポイントとしては、まずリズム、拍ですね。こうやって弾くんじゃなくて、まず最初休みです。このね、1,2,3,4,5,6,7,8,9、8分の9拍子をかじるために、かじったらダメな、感じるために、1,3,1,2,3。まあ、ちょっと楽譜見ながら皆さんやってみてください。このね、最初の休みをちゃんと感じさせれるっていうのが大事です。で、何が難しいのかっていうと、タイとかも多いので、まあちょっと間違いやすいです。Thank you.
辺とかも実は結構難しい。正確に弾くとこんな感じなんですけども、これだとちょっと音楽性がないと。だからここの音楽性を作りながらリズムに合った通りに弾くっていうのが難しいんですよ。1、2、3、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 1、あ、1、2、3ってで3拍3拍3拍で8分の9っていうのをね、しっかり感じ取りながらまず弾くのが難しい。リズムがね、中間部が結構動いて難しいです。それを大きい音で弾いちゃうとなんかね、かっちょ悪いんですよ。だから美しく弾くためにメロディーを際立たせる。でもちゃんとテンポに乗って、あんまゆっくり弾かないように。ここら辺とかも難しいです。今ちょっと僕も間違っちゃったんですけど、でこっからピアノ、ここら辺とかもよく左手が動きます。これが難しいと。というわけで、まあ初心者にはちょっとねハードルが高い曲だけど、ラーカンパネラとかよりは十分弾きやすい曲かなと思います。英雄ポロネーズとかもそこら辺に比べるとまだ弾きやすい。結構ね、皆さんから曲難易度順がよくわかりません、教えてくださいみたいな感じが結構あったので、まあ今回こういう風に取り上げました。というわけで、まあちょっとね、まあ初心者にはハードルが少し高いけど目指せるとこかなと思いますので、ぜひ一緒にね頑張ってもらえたらなと思います。まあね、今回のアドバイスは本当にね、あくまでね本当のワンポイントなので、まあそこだけに注目せず、もっと大きいね感じで頑張ってみてください。大きいのその音楽を作るためにね、やっぱ先生に習ったりとか、まあ僕がね時々レッスンイベントを してたんですけど、まあ今はしてなかったんですけども、またいつかやろうと思うので、その時とかにねまた質問してください。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いいたします。一緒にピアノ頑張っていきましょう。それではバイ。